皆さんこんにちは、いよいよデチョボン環路演習もあとわずかとなってきました。5級6級本誌2月号の課題です。2文字連綿3文字連綿のお勉強をします。で、習字してある本誌に載っております元長からの、まあ、切り抜きですけれども、細いですね。で、デチョボン環路演習見ていきますと、肉太に書かれているところ霞が取れてくるに従って細めに書いてあるところなどが あります。で、今回はグーグー、まあ、ちょっと細めに書かれているところを取ってみました。で、なぜ取ったかと言いますとね、無名の、つまり梅ですね、梅のから見えねと、これらはかなりその連綿としてはそろそろ難しいという領域に入ってますかね。まあそんなことがありますので、大きさあまり大きく無理して書かなくても結構です。自分の手がしっかり動くように練習してみましょう。ではまず書いてみます。はい、まあこんな調子でしょうかね。では、部分部分ちょっと説明をしていきたいと思います。まあ細い字ですのでね、本当はもう少しこう肉をつけて書いてみてもいいと思いますけども、やはり基本的に毎度お話ししてますように中太の線の組み合わせだという意識です。それからこういうところも空き具合、私はこの右側を広く開けました。習字したものは左側の結んであるこの中が広くなってますね。中を広くしてこっちを狭くするとか、逆にこういうふうに右側を広くするとか、まあそういう例が多いです。均等になるようなこんな感じのものは少ないということですね。それから、先月もお話ししてますけども、字の大きさですが、まあ連綿していく中で朝日夢見しですね、ですから目特に小さいんですね。目が小さいです。ですから、目の字が大きくなりすぎないように気をつけましょう。で、無の字ですけども、まあ中太中太で、ここで突き当ててますね、突き込んでます。まあここが突き込まないまでも、まあ、点を打てばよろしいかな。で、この字が私今無理やりこう連綿しましたけど、この連綿するのが難しいようでしたら一度切って、でここから気持ちをこうつなげて一度切って受けて、ここはつなげなきゃいけないですね。ですから字の大きさあまり大きく書くとこういうところの線が難しくなります。まあほどほどの大きさを自分で練習しやすい大きさを見つけてください。さあそして今度は左側の見えねですけども、この絵が連綿の関係でしょうかね。字幅がものすごく狭くなってます。見の字を書いた後に
普通でしたらこのくらいこう幅持たせてもいいと思うんですけども、連綿をすっきりさせるために、連綿の流れを出すためにおそらく地幅を狭くしたんだと思います。で、場所としては小さいんですけども、やはりここで筆が返る、突き返すとまでは力入れなくてもいいんですけども、筆が返るところですね。それからここの結びの部分、私が今最後に書いたのは三角で結びました。ここは潰れています。つまり筆が切って結ぶ気持ちで閉じていきますね。大きく書きましょうか。こんな感じでしょうかね。さあ、そして最後の蚊帳ですけども、点は丁寧に打ちましょう。で、必ずこの部分蚊ですから、こう筆がしっかり回らないと字として怪しくなりますね。そして一気にこれがつながっていきます。点を打って、ここは突き返すんではなくて、一度点を打って筆が回転してますね。まあ、そんな細かいところも留意してください。で、当然ここは突き返す場所です。さあ、そして連綿の話ですけれども、本誌1月号から、個室の研究という、古典ではなくて個室の、個室を極めるんですか、私の名前の原稿が掲載されてますけども、2月号にはことにその連綿のあり方についての解説をしています。なーからしに移る連綿は、ここの部分は、なの終わりがしの始まりです。なの終わりがしの始まりです。連続して省略して連綿をしています。連続と省略です。無から目に移るところは無の線を延長して書いてます。まあ、ある意味ではかなり細くなってますので自然な連綿でしょうけども、まあ息の長い連綿です。で、目からの、ちょっと私これ広すぎましたけども、目からのは目の終わりが野の始まりのような、場合によれば、目の終わりから意識して太めの線でしっかりと連綿するという気持ちで書いていきます。見えねは、身の終わりから絵の一画目に入るまでかなり意識的につなげています、こちらに書いたのはちょっと切りました。少し力を弱くしました。これを自然な連綿、一字一字を話すような気持ちで書いていくとこんな感じになると思います。で、受けて、ここもそうですね、こうなって細くなってつながっていく。そうしますとなんかちょっと頼りないんですね。頼りなく見えるので、これをこう一気につなげていくと。ですから A から根は、絵の終わりが根の始まりです。そんなつもりで書いても構わないと思います。さあ、最後の蚊帳ですけども、これはもう終わりの線を一気に、それこそ意識してぐっと力を入れて書いていいと思います。ただしスピードがいります。太くしてゆっくり書いちゃいますと字本体よりも連綿が目立ってしまいますので、スピードをつけてください。まあ無理やり新幹線みたいに早く書く必要はありませんけども、そうしますとね、今気がついたでしょうかね、こちらのが墨の量がやはり少ないんです。こっちが墨の量が多いんです。そうすると太い連綿でもうるさくないということになります。まあ連綿は文字と文字を続けて書くときに、まあ、偶然つながるものもあれば意識的につなげるものもあるので、
まあ、だいぶ出張本も勉強終わりの方になってきましたので、連綿の仕方させ方をかなり意識的に観察をし、忠実に再現できるように練習をしてみてください。ではもう一度書きます。はい、なんとこでしょうかね。